バークバークは小舟の一種である。バークという言葉はケルト語から来ていると考えられる。英語に採用された形はおそらくアイルランド語のバークからであり、フランス語ではこれもおそらくガリア語のバージお及びバークからである。イギリスではノルマン征服語のフランス語の影響で両方の言葉を使うようになった。ただし、現代での語の意味は同じではない。19世紀より、 前のバージは宴会や内海の小さな船を刺した。少し遅れてバークが下記に記すように独特の搬送を持つ帆船を表すようになった。19世紀半ばのイギリスでは綴りがフランス語のバークに変わった。フランシス・ベーコンは1605年にすでにこの綴りを使っている。バークの搬送図バークの搬送図訓練公開中のイーグル18世紀にイギリス王室海軍が それまでのどの分類にも属さない船にバークを使った。ジェームズ・クックの助言を入れて海軍は石炭運搬船を購入し、探検用に転用した。その船がエンデバーであり、シップが転送で平らに切り立った船首と、船尾前面に窓がある船に改装された。18世紀の終わりまでにバークは特殊な型の偽装を施した船を指すようになった。 この船には3本のマストがあり、最後尾のマストに重版が、他のマストには、大版がある。保存状態の良い商業用バークは、1878年に建造された、ホールズ・オブ・クライドであり、現在は、ホノルルの展示船として保存されている。他の保存状態の良いバークは、ポマーンであり、建造時の状態を保つ、唯一のウィンドジャマーである。その母港は、 フィンランドのオーランド諸島マリエハムーンであり、海事博物館となっている。アメリカ沿岸警備隊は、操船可能なバークを保有している。この船は1936年にドイツで建造され、戦争の賠償として、アメリカに渡り、イーグルと命名されて、コネチカット州ニューロンドンにある、士官学校の練習船として使われている。活躍している。 小船の中で世界で一番古いものは、1863年に建造されたスター・オブ・インディアであり、すべての帆が王藩であったが、1901年にバークに改装された。日本の公開練習船海王丸、日本岸もバークに分類される。イーグルでの操船訓練この搬送の長所は、他の同様な船あるいは、ブリックと比較して船員が少なくて済むことである。 逆に言えば、より多くの乗組員を訓練するには向いていない。ウィキメディアコモンズには、バークに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。